っていうけど、だからそれは私の考え方がもうちょっとの感じゼロって感じです、うん、ゼロになってくださいっていうことですね。でそのゼロは一つね、ゼロの中に裏と表があるし、うん、ゼロって本当のゼロになっちゃったらね、あのそれはさっき言ったように本当の死です、うん、自分がいなくなっちゃうってことね、うん、でもそうじゃなくて、いなくなりながら自分が例えばさっき話されたような話をしてると、ね、あの例えば立って、そのゼロの裏と表の間にいないと落っこちゃう、本当はゼロになっちゃう、ね、ちょっとゼロでいながらエッジにいるっていうかね、これ、そしてここは鼻先のところにこう自分がいるようなんで、で ここに何があるか、自分に対する観察がある。